私に入っておりますし、大変お寒い中でありますが、今日、遅く参加いただきましてありがとうございます。この後、キッコ公園の、大噴水の、ライトアップでございますが、今回のこの企画はですね、このコロナ禍にあって、嬉しいニュースが7月と、10月に舞い込んでまいりました。まず7月に、錦帯橋のライトアップが、日本夜景遺産に認定をされました。また、10月には、錦帯橋と岩国城がこちらありますように日本100名月に選ばれました。これを記念して、本日のライトアップの企画を、差し上げました。この後、まず、30分間は、このコロナ禍にあって医療現場では、コロナのリスクに立ち向かって最前線で尽力でやっております医療関係者、臨床の方々への感謝の思いを込めまして、ブルーでのライトアップでございます。本日も、岩国市歯科医の方からご参加いただきました。ありがとうございます。そして、その後は、レインボーであります、虹色でございます。これは、早く、コロナが収束して、そして岩国市の、夜型の観光の、推進に、期待をするもので、ございます。この30日まで、このライトアップは続きますが、水と光の特別な企画をぜひ楽しんでもらえたらというふうに思っております。最後になりますが、早くコロナが収束して観光振興もちろんでありますが、新しい元気がこの光とともに訪れることを心から記念をいたしまして挨拶に返しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。亀甲公園大噴水ライトアップの点灯を行います。まず会場の照明を落とさせていただきます。続いて大噴水の運転を開始いたします。感謝の気持ちと未来への願いを込めた光が一斉に灯ります。それではどうぞ。